本当ね、やってもらっていいものかどうか非常に悩むんですが、これが逆に俺だったら絶対やりたいなと思うんですよ。ミュージシャンの差が多分ゴーボーちゃんもそうだと思うんですよ。ゴーちゃんと一緒に曲やりたいと思いますが、いかがでしょうか。素晴らしいことなんですが、まあ、いろいろ、まあ、話すのは長くなるんですけど、僕たちちょっとね、結構療養生活をしてましてね、でこの人、すごい不死身の男です。何しろ、ひょこっと元気が入ってくるという、これ、ごぼうちゃんの素晴らしさ、生命力の強さに俺は感服いたします。敬意を払って、ごぼうちゃん、一緒にやれることを、もうさっき、リハでやってて、ニアにゴボちゃんが見に来たっていうね、なかなかないんですね、ブレイクで。俺思わず遅いよゴボちゃんとか言っちゃってね、私リハの途中で来たのが遅いよって、まあきっとゴボちゃんのことだからきっといい感じでやってくれるでしょう。じゃあガーちゃんもすいませんが、ツインドラムに今から組む時間はないね。じゃあはるかにこう何かお借りで参加してください。
大きな拍手で、もう大御さんの本当に素晴らしいその生命力にこれは感服しております。尊敬もしております。大きな